ここ知ってるわ。え？こっちよ。持ってて。見てこの景色。アビー、素敵だよ。別にこれくらい。そうじゃなくてさ、簡単なスケッチだけど、絵にしておけば思い出すのに役立つの。君は自分を知ってる。うん、まあそうかも。誰もが自分の才能に気づけるわけじゃない。あなたにも才能があるわ。どうかな、僕には。わかるわよ。今の何？ん？気のせいだよ。そこに何かいるわ。赤ん坊だ。どうしよう、すっごくかわいい。ちょっと待って。あの母親今頃旦那に怒られてるよ。なんでメスってわかるの？顔には自信がある。ええ？僕を狙ってた。あら、可愛い彼女ができたわね。ちょっと怒りっぽいけど。
I'll grab my keys. I will follow the sun. 引き返そう。やっと戻ってきたのに、うんともすんとも言いやしない。ケイトリン、すごいよ。ハケットさんには覗き趣味があったんだ。あちこちにカメラが仕掛けてあって隠し部屋まで。その話は。待ってよ、何なの一体。全部見られてる。監視されてたんだよ。ただの安全対策だ。森の見張り用とか、そういうものさ。あ。おかしいと思わないの？子供たちの安全のためには必要よ。動物も多いし。イマジネーションが貧困だね。で、こっちはどうだ？順調？つながんない。うん、だね。もう、超退屈。ひょっとしてさ、通信衛星が墜落したとかじゃない？この近くに落ちて起こしちまったのかもな。ハケット採石場の。しつこい。ケイトリン、すごいよ。ハケットさんには覗き趣味があったんだ。あちこちにカメラが仕掛けてあって隠し部屋まで。その話は。待ってよ、何なの一体。全部見られてる。監視されてたんだよ。ただの安全対策だ。森の見張り用とか、そういうものさ。あ。
おかしいと思わないの？子供たちの安全のためには必要よ。動物も多いし。イマジネーションが貧困だね。で、こっちはどうだ？順調？つながんない。うん、だね。もう、超退屈。ひょっとしてさ、通信衛星が墜落したとかじゃない？この近くに落ちて起こしちまったのかもな。ハケット採石場の。しつこい。そういえば今夜で私たち二度と会えなくなるのよね。今更何言ってんの。ムード作りよ。ムードって？雰囲気、ノリ、空気。ムード作りといえばまだ仕事があった。これプレイリストを作るんだ。機械任せだとね。じゃあライアンと私はしっぽり。ちょ言い方深い意味はないから。アビー、ニック、いいとこに。見てこんなに。助かったよ。小枝ばっかりだけどね。それで十分。薪ならここにあるし。もっと集められそうだったんだけど、イノシシが出て。でもニックはすごく勇敢で私を守ってくれたの。二人とも大丈夫なの？怪我してない？平気よ。大したことはしてないよ。でもニックに新しい彼女ができたみたい。あ、聞かせて。おっと。お待たせ。ちょ銃なんてどこから持ってきたの？落ち着けって。ただのジョークだ。いや、まあ本物の銃だけど、クマ対策だよ。物置で見つけたの。悪かったよ、しまうって。当然よ、全然笑えないから。よし、じゃあ。
ああ、ハケット採石場が自信を持ってお届けする厳選された特別な一品を皆様にご披露いたしましょう。まさか嘘だろ。そのまさかさ。ポンポンピーナッツバターのバターポップ、ポンポン弾けるよ。ほーん、これがまだ売られていたなんて。おい、そんなに取り乱しなさんなよ、クールガイ。こいつには戦略がある。こんなのを見せびらかしておいてポンポンさせてくれないとか鬼畜すぎるだろ。エマ、ショットガンを貸せよ。邪魔者は消すのか。アホ、違うよ。こいつをかけて勝負だ。ないな、お断りだよ。銃をおもちゃにするのを黙って見てると思う？大丈夫、ほら、あたりは射撃場みたいなもんだろ。楽しもうぜ。なあ、ほら、俺とお前で腕比べしようぜ。勝てばピーナッツバターポップを独り占めだ。でもこいつが欲しいんじゃなかったのか。はあ、やろう。そう来なくっちゃな。ジェイコブ、銃を渡して。それはあんたみたいなアホが持ってていいものじゃないの。せめて審判をやれよ、立ち会い人ってわけだ。私らはここでパーティーしようって言ってんの。パーティーには余興がつきものだろ。固いこと言うなよ。なあ、頼むよ。しょうがない、腕比べを見せてもらうわ。向こうにちょうどいい空き地がある。だけどちょっとでも危ない真似をしたらすぐに勝負を中止にするから。はい。
よし、じゃあ俺の腕前を見て驚くなよ。3位だ。しかも射撃ランキング3年連続でな。お前に勝ち目はないが、もし降参するならピーナッツバターポップを少し恵んでやるぞ。おい、僕の腕を知らないくせに。だって打ったことないだろ。それはどうかな。おいおい、見栄を張ってると。はいはい、それくらいにして。男らしくて大変結構だけど、勝負の間は私のルールに従ってもらうから、私には絶対服従。いい？ OK。 じゃあ的と弾を用意するから、私が戻るまでそこを動いたり銃に触ったりしないこと。威張ってる時のあいつっていい女に見えないか？私はいつもいい女よ。ああ、分かったから、さっさと行けよ。出た。アビーと散歩は楽しかったか？It's been hard to let things slide. Following my eyes. 脈はあったな。よし、でかしたぞ。で、どうなったんだ？仲良くできたよ。物知りでさ、彼女。そうか。そうとも。で、やったのか？すぐそれだ。いやいやいや、楽勝だって。緊張するのもわかるけど、さっさとやっちまえよ。他の男に取られちまうぞ。それじゃあ男らしい男の銃の撃ち方を教えてやるで。本当にずっと見栄の張り合いをしてたわけ？いや、彼はおつむだね。ほら、銃を渡せよ。ちょちょ、いいって言うまで触らないで。ほら、集合、説明するから。左にある的を撃つの。最初はニック、次がジェイコブ。撃つ準備ができるまで引き金に指はかけないこと。いい？はいはい。オッケー。弾の分散と反動にも気をつけて。ショットガンだから狙いは甘いわよ。狙いはライトを手がかりにして。オッケー、ニック、行ってんよ。待って、それじゃ遠すぎてまともに当たらないわね。もう少し前に出て。さあ、ニック、本番よ。ナイスショット。マグレさん、ニック、行って。上出来よ。ほら、あんたの番。さて、目を閉じていた方がいいかもしれないぜ、ニック。これ以上自信を失いたくないだろう。はいはいはい、いいから黙って撃って。超一流のスナイパーじゃなかったのか？ああ、ライフルならな。大丈夫だ。だけどこういう大雑把なのは。人に当たったらどうする気？どうせ外れてたさ。おい、ルール違反で失格よ。待てよ。どうしたんだ、ジェイコブ。ほら、ポンポン、ピーナッツバターのバターポン。わかったわかったよ。ブン、勝負はこれから。まさか、ポンポンポン、ピーナッツバターがポン。One more decision, secret.
よし、じゃあここでゲームだ。で、ほらほら、一緒にいられる最後の夜なんだ。思い出を作んないと。何するの？秘密と嘘が暴かれる究極のゲーム、真実か挑戦かのディランバージョンさ。うん、よし、ルールだけど、誰かにどっちと尋ねられたら真実か挑戦かを選ぶんだ。拒むことはできない。それって普通じゃん。まあね。キスさせたりするのも OK？ 挑戦を選べばね。みんなの同意が条件だよ、もちろん。いいわね。自分の番まで隠しておいた方が。最初は誰が？言い出しっぺの俺かな。じゃあアビ、どっち？聞いて。逃げたつもりかい？じゃあ聞くよ。今までに誰かと寝たことは？その、おい、限度ってものがあるぞ。待ってよ、まだ質問の途中なんだから。誰かと寝たことはある？このキャンプで。まさか。ないわ。ごめん。よし、アビーの番だよ。わかったわ。ちょっと待って。アビー、ほら選ばないと。わかってるけど、どうしよう。もう、ブブー、時間切れ。私の番よ。ライアン、どっちにする？真実、何でも聞け。はいはい、真実は一つってね。いいから。ハケットさんとは？それか。事務所で何をしてたの？話をしてたんだ、例のハケット採石場の老婆のことで。怪談話はよせって言われただけさ。本気で信じちゃいないんでしょ？これでも物事を思い込みや偏見なしに見るよう心がけているんだ。さまよえる老婆の幽霊が人を食うなんて話、信じてると思うか？おい待てよ、人を食うのか？だけど想像するのは楽しいだろ。にしてね、せっかくのムードが台無しになっちゃう。努力する。さてと、誰にしようか。まだなのは私とジェイコブね。そうだな。ケイトリン、どっちを選ぶ？じゃあ真実。よし、君とジェイコブは昔からの知り合いだよな。つまり幼なじみだ。不幸にもね。つまらねえ、時間の無駄だ。今までに、そういう仲になったことは？1年生の頃、ディープキスの練習台になってもらったっけ。だけど、そこ止まり。だって、キスが下手くそなの。弟としてるみたいだし、好きだけど。じゃあ、私。エマ、挑戦。エマ、じゃあキスして。ジェイコブ、それかニック、じゃあ。悪いな、ニック、こんなの挑戦じゃないぜ。どう考えても。それはどうだろう。ニックにする。マジか。よせ。
よせ。ありがとう。上手よ。俺の女とキスしやがったな。ただのゲームさ。ちょっと誰の女ですって。クソが、ただのゲームだ。ざけんな。ジェイコブ、もう本当に子供なんだから行ってくる。あなたはアビーを探して。スゴロクでもする？何？戻ったんだね。お前さんの無事な姿を見られて何よりだよ。それで何があったんだい？釣られた男かい。このカードの意味は幸福と、それによって得られる新たな視点だ。よく見て、よく考えな。時には負けを受け入れるのだって一つの手さ。道が開けるかもね。まあ言うはやすしだ。さてどうする？もっと見るかい？未来がどうなるか見るのが怖いって思うのは当然のことさ。力になりたいだけだよ。お前さんから選択の自由を奪おうだなんて、これっぽっちも思っちゃいないさ。言うべきことは言ったよ。秘密は埋もれたまま、夜はさらに深まってゆく。何にまたすぐ会うさ。いいかい、狼の行くところ、カラスの姿ありだよ。くだらない。中学生なの？付き合ってらんない。勝手にやってればいいのよ。ほんとバッカみたい。ここどこ？
アビー、そこかい？ニック！アビー！どこだ？ここにいる！待ってて！ニック！いや、その心配だよ。あのゲーム、私には刺激が強すぎて。ああ、そうかもね。あの、さっきのことなんだけど。あれか。ジェイコブに焼き餅を焼かせたいんだよ。本当？いや、だってそれしか考えられないだろう。まあ、それに付き合っただけさ。そっか、じゃあただのゲームだよね。ああ、
のは。うん、ふん。どうしよう。うん、ふん。いや違う。クマかな。早かった。逃げろ。ゲームをやろうぜ。きっと楽しいぞ。It's not you that どこがだよ。 When you first began You thought you wantNow you can hardly stand it though By now you know it's not going to stop It's not going to stop Until you wise up No it's not going to stop Until you wise upNo, it's not going to stop So just give up 下手くそね。ああ、見つかっちまったな。当然。こんなとこに隠れたのは見つかってもいいと思ったからでしょ。ああ、かもな。
ジェイコブ、分かってたはずでしょ。ねえ、ほら、人夏限りの関係だって。分かってるけどよ、目立ちさえすればそれでいいんだ。ジェイコブ、だってお前あんなキスをするなんてみんなの前でだぞ。ありえねえ。子供じゃあるまいし。いやでもニックはいいやつだ、うん、だけどあいつ女の裸なんて見たことないぞ。ねえ、言いたくないけど彼しっかり舌を絡めてきたし、ちゃんとやり方知ってたわよ。俺のこと何とも思ってないんだな。落ち込みすぎ。ちょっと今夜の予定が台無しだ。え？なんでもない。気にすんな。あっそ、そうやっていじけてなさいよ。ニックと私のディープキスでも想像しながらね。ああ、やめろよ。じゃなきゃ。タオル持ってきてよ。タオルってなんで？だって夏の間楽しむって決めたでしょ。夏はね、まだ終わりじゃないのよ。あ、最近だな。この辺りじゃ。チャケットとタケットか。ああ、チャケットはクリス・ハケット。ハケットさんのことか。タケットは誰だ？
乾くのを待つんだな。出なきゃ犬みたいにブルブル